ベイラ四世、ベイラ四世、ハンガリー語、ホーベイラ、1206年11月29日から1270年5月3日は、ハンガリー王国アールパードアサの国王、在位、1235年から1270年、祖父ベイラ三世に習った王権の強化と、1241年のモンゴル軍の侵入によって荒廃した、ハンガリーの復興事業により、 ハンガリー王の中でも有名な人物の一人である。1206年11月29日に、ハンガリー王アンドランシュニセイゲルトルードの長子として生まれる。ローマ教皇インノケンティウス3世への希望により、ベーラ4世の誕生前に、ハンガリー王国の聖職者たち彼を、ハンガリー王位の後継者として承認する宣言を行った。 1213年9月28日に母ゲルトルードが敵対的な貴族によって殺害された時、おそらくベーラもその場に居合わせていた。アンドラーシュ二世はゲルトルードを殺害した一団の首謀者のみを罰して、他貴族を許し、ベーラは父に対する反感を抱いた。1214年初頭にブルガリア皇帝ボリルの娘と結婚し、 結婚から間もなくハンガリーの若王として退官される。1217年8月、アンドラーシュが第5回十字軍に参加するため中東に立った時、ベーラは母方のおじであるカロチャ大司教ベルトルトに連れられてシュタイアーに滞在し、翌年中東から戻ったアンドラーシュに続いてハンガリーに帰国した。1220年にベイラはアンドラーシュから、 スラボニアの統治を委ねられた。同年に、ニカヤ帝国皇帝テオドロス一世の娘マリア、ラスカリナと結婚するが、1222年に二人の縁談を取りまとめたアンドラーシュからマリアと離婚するように説得される。しかしながら、教皇ホノリウス三世は二人の離婚を無効とし、マリアを連れ戻したベーラは、父の怒りを避けるために、オーストリアに移動した。 結局、アンドラー氏は折れて、ベーラを許し、ベーラはスラボニア以外にダルマチア、クロアチアの統治も委任された。1226年にベーラはトランシルバニアの統治を任され、ドミニコ海修道士によるドニエストル川流域の西に居住するクマン人への布教を支援した。布教の結果、クマン人の部族長の中に洗礼を受けて、ベーラの支配を受け入れた者も現れる。 1234年に、アンドラーシュが30歳年下のお妻に迎えると、ベーラとアンドラーシュの関係はより悪化する。1235年9月21日に、アンドラーシュがボスしたとベーラは、ハンガリー王位を継ぎ、10月14日に、聖家ケシュフェヘールバールで、エステルゴム大主教ロベルトから退官を受けた。即一直後に若いママ母と父の側近を告発し、彼らの逮捕を命じた。 ハンガリー王に即位した直後のベーラは王権の回復と維持を試みた。貴族に土地と特権を付与したアンドラーシュの政策とは逆にハンガリーで施行されていた白単位の権制度と王領の復帰を見た。教皇の認可を得てアンドラーシュが知性の初期に貴族に付与した王領の回収を行い、それまでは一般的ではなかった文書の使用を義務付けた。また、 王室顧問会議場から貴族たちの椅子を運び出して、焼却し、出席者に国王への敬意を強く求める。この領地の改修をはじめとする強硬な政策に、貴族たちは不満を抱く。さらに、都市の地位を高めるため、1237年に、聖ケシフェヘルバールに、関税免許、判事の選出権などの特権を付与した。ついでペシュと、エステルゴム、 ナジソンバとシェルメツバーニャ、ニトラなどの領内の主要な都市にも新たに特権を付与した。時代を遡り、1235年にドミニコ海の修道士は東方に住むハンガリー語を話す民族を探すたびに出ていた。1239年にユリアヌスは帰国し、バシキリア、ボルガ川で出会ったマジャール人からへ聞いた東方のモンゴル帝国が ヨーロッパ遠征を計画している情報をもたらした。そして、ガリツヤに駐屯するモンゴル軍の総司令官幕から降伏を促す書簡が送られる。同年にベーラは、族長区間、ケテニュが率いる4万個のクマン人を受け入れ、彼らに居住地を与えて、大貴族とモンゴルの侵入に対抗する戦力に加えようと試みた。しかし、遊牧民である、 クマン人の生活様式は定住生活を営むハンガリー人と相入れず両者の対立は深刻化する。1240年にクタをはじめとするクマン人の首領とハンガリーの貴族僧侶を会議に収し、クマン人の居住区の割り当てと首領たちの洗礼が決定されたが、なおもハンガリー国民が抱くクマン人と彼らを受け入れたベイラに対する憎悪は収まらなかった。 モンゴルの侵入に備え、1239年末にカルパティア山脈境国部に木の城塞を築き、翌1240年にルーシからモンゴルの脅威を伝える報告が伝えられると、ブダで僧侶、貴族を招集しての会議の開催を決する。1241年のブダの会議では、クタントクマン人の逮捕、防衛策について協議されたが、会議中に3月12日に、 バトゥシキカのモンゴル軍が国境を突破した報告が届けられる。モンゴル侵入の報告が伝えられると、ベーラは貴族とクマン人に号令をかけ、軍隊の招集を試みた。モンゴル軍の通過した地域は略奪と虐殺にさらされ、ペシトの城壁の外では、モンゴル騎兵がハンガリー軍を誘い出すために連日挑発を行っていた。ペシトの市民はクマン人が、 モンゴルの侵入を招いたとみなし、クタンと部下たちを殺害した。クタン殺害の報告が地方に伝わると、農民たちは、ベーラの元に向かおうとする、クマン人たちを殺害する。合流した、クマン人たちは報復として平原部と国境地帯で集奪を行い、略奪品を携えて、ブルガリアに移動した。ベーラが実施した王権の回復に不満を持つ、大貴族は、 協力を拒み、ハンガリー軍は減少した兵力でモンゴールと戦わなければならなかった。1241年4月11日のモヒ、ムヒ平原の戦いで、ハンガリー軍は大敗、エステル・ゴムとカロジャの大司教をはじめとする聖職者と貴族が戦死し、ベーラの弟、カールマーンも戦闘の負傷によって落命した。ベーラはプレスブルグ、現在のブラチスラバに逃れて、 同地を訪れていたオーストリア公、フリードリヒ二世の保護を受ける。しかし、フリードリヒは以前ベーラに支払った賠償金の返済を求め、ベーラは多くの財貨を引き渡し、オーストリアに隣接する三つの州の割譲を余儀なくされた。オーストリアからザクレブに移動し、神聖ローマ皇帝フリードリヒ二世と教皇グレゴリウス九世のもとに援助を求める施設を送った。 フリードリヒ二世に対してはハンガリーに軍隊を送る、見返りとして神聖ローマ帝国の総主権を認めることさえ提案したが、いずれの勢力もハンガリーに援助を行わなかった。その頃、モンゴル軍はドナウ川西部の領土を略奪し、翌1242年に凍結したドナウ川を渡ってより深く進軍した。ベーラはモンゴルの王族の追跡から逃れるため、 ダルマチアの海岸部に避難した。ダルマチア海岸の都市にはハンガリーからの亡命者が多く押し寄せ、ベーラは貴族と聖職者を伴ってスプリト・トラオに移動し、トラオからアドリア海沖の島に渡った。一方、カダンはクリッサにベーラが立てこもっていると考えて包囲を行うが失敗し、ベーラがクリッサにいないことを聞き知ると包囲を解き、 トラオとスプリトに軍を分けて進軍した。トラオに到着した下段はベーラがこもる島の向かいに、陣をシクが、1242年3月に、オゴデイハーンの訃報が届けられると東方に帰還した。ベーラは、モンゴル軍が完全に退却したことを確認して、島からで、島に自分の名を冠した、ベーラ島という名を付けた。1242年に、 ハンガリーは再建した軍隊を派兵して、オーストリア公、フリードリヒ2世と交戦する。ハンガリーはオーストリアに占領されたショプロン島を奪還し、ベーラはモンゴルの侵入中にオーストリアに活上した三州の返還を要求した。1244年6月30日にハンガリーとベネツィアの間に協定が結ばれ、ハンガリーはザダルザラの主権をベネツィアに譲と、 ダルマチアの都市から上がった税収の3分の1を確保した。翌1245年にベーラは義理の息子、ロスチスラフ・ミハイロビチに軍事的な援助を送り、ガリツヤ公国の公使ダニーロとの争いを助けるが、ロスチスラフはダニーロによって打ち破られる。同年、ハンガリーは王国西側の併合を渇望するオーストリア公フリードリヒから再び攻撃を受ける。ライカ側の戦いで、 ハンガリー軍は敗北するが、この時に勝利を収めた、フリードリヒも戦死した。1249年にベイラはバーン、大主、大貴族のセルニーが、西洋羽騎士団に入団することを認めるが、この時期には、モンゴル軍が再びヨーロッパに侵攻する噂が広まっていた。同年、再びロスチスラフのもとに援軍を送るが、三側の戦いで、 ロスチスラフとハンガリーの連合軍は敗北、ガリツヤとの和平の締結に至った。1250年にズボレンで両国は会談し、ハンガリーはダニーロとロスチスラフの構造に介入しないことを約束した。フリードリヒの落命によってバーベンベルク家の男子は断絶しており、周辺の国々は彼が統治していたオーストリアとスティリアの統治権を巡って争っていた。 バーベンベルク家の領地の争奪戦において、1252年に、ハンガリーは、オーストリア公、フリードリヒの名ゲルトルード、とガリツヤのダニーロの息子ロマンとの結婚を取りまとめた。同年にベーラは軍を率いて、ウィーンボンチを占領するが、フリードリヒの義兄である、ボヘミア王オタカル二世もバーベンベルク家の領地を、要求した。ベーラは、オタカルの支配下にあるモラビアを攻撃するが、 モラビアの主要都市であるオロモーツの占領には至らなかった。そのためベーラはローマ教会を介してボヘミアとの和平を試み、プレスブルグでのオタカルトの協議の結果、二国の間に講和が成立する。教皇の調停により、1254年のブダの脇でフリードリヒの医療のウチスティリア講領がハンガリーの支配下に入った。1246年、ベーラは 調子イシュトバーンに、クロアチア、スラボニア、ダルマチアの統治を任せるが、息子と共同統治を行う意思はなかった。しかし、1258年にイシュトバーンはベーラに対抗するための軍勢を集め、トランシルバニアの統治権を譲渡するようベーラに迫る。同年、ボヘミアの統治を望むスティリアの貴族たちが反乱を起こし、鎮圧の軍を送らなければならなかった。 反乱の鎮圧後、ベーラはイシュトバーンに、領を与える。しかし、オタカル二世の支援を受けた、スティリアは再び反乱を起こした。ベーラは、イシュトバーンと共に、ボヘミアを攻撃するが、1260年7月12日の、クレッセンブルンの戦い、グロイセンブルンで、ハンガリー軍は敗北する。戦後1261年のウィーンの和議で、ベーラはやむなく、 スティリア綱領を手放した。スティリアの放棄後、イシュトバーンは、スティリアに代わる領地を要求するようになる。1261年にベーラは、イシュトバーンとブルガリアへの共同出兵を行った。ベーラは、イシュトバーンの弟であるスラボニアのベーラとボヘミアに、嫁いだ娘、アンナを寵愛しており、イシュトバーンとの関係は、次第に悪化してゆく。イシュトバーンは、 ベーラと対立する貴族を集め、対抗する意思を見せた。1262年の夏にエステル・ゴム大司教とカロッチャ大司教の仲介によって二人は、ポジョニ、現在のブラチスラバで和議を、決、合意に基づいてイシュトバーンは、和歌王の称号を与えられドナウガーイ等の地域を支配した。しかし、双方の支持者は、互いの領地を攻撃し合い、 ベーラとイシュトバーンは支持者を増やすために両の菓子を乱発、王国は内戦状態に陥った。1267年に現状に不満を抱く各地の中小貴族層はエステルゴムで集会を開き、二人の王に要求を突きつけた。国内の秩序を回復するために二人の王は誓願を受諾し、ベーラ、イシュトバーン、スラボニアは過去のベーラ三名の名前で、 1267年法令が発布される。西岸には中小貴族の権利を守る条文が記され、ベーラが実施した植民政策や文書主義に反対する条文も盛り込まれていた。1269年に長愛していたスラボニアの若子ベーラが亡くなると、アンナの影響力はより強くなった。最後までベーラはイシュトバーンに心を許さず。 ボヘミアのオタカルにアンナと彼女の取り巻きの保護を委ねて、没した。モンゴル軍が通過した地域は破壊と略奪、虐殺によって荒廃しており、さらに、モンゴル軍が去った1242年には、薬病と飢饉がハンガリーを襲った。モンゴルの侵入によって、山岳地帯では25%から30%、平原部では50%から80%もの居住区が破壊され、 人口は半減したと言われている。荒廃した王国の復興のため、ベーラは軍事を中心とした改革を実施した。エステルゴームや聖ケシュフェヘルバールなどのモンゴル軍の攻撃に耐えた都市や城塞が石造りの城壁を備えていたことを踏まえ、1240年代末から石造りの城の建設に取り掛かった。モンゴル襲来以前の姿勢を転換して貴族からの 王領の改修を中止し、新たな領土を与えた上で城の建設と守備隊の設置を呼びかけるビッセェグラードなどにはこの時代の建設物が今も残る。モンゴル侵入以前に王宮を置いていたエステルゴムは大司教に委ねられ、ブダに新たな王宮の建築が計画される。モンゴルの虐殺から逃れたブダペシュト近郊の村落の人々と移民を丘陵地に住まわせ、 新しい城壁と王宮を建設した。新しい王宮を中心とした地域は、ブダ、再建された、本来のブダは王ブダ、古いブダと呼ばれ、ペストと共に、今日のブダペストの原型となる。宮廷の維持費は、領地、租税、鉱山、塩から得られた収入によって賄われた。また、西欧との交易も活発に行われ、牛肉、ワイン、 使用がハンガリーから輸出され、布、絹、香辛料が輸入された。西欧との交易で得た銀は国庫に収められ、未開発のスロバキアでは森林と鉱山の開発が進められた。国王軍を弓を武器とする軽器兵と重武装の兵士で構成しようという試みがなされ、騎兵隊はモンゴルの撤退後に再び、ハンガリーが受け入れたクマン人や中禅から、 辺境防衛を担当していた、成型人土で編成された。西欧の騎士をモデルとした重武装の兵士を生み出すため、王国北部の王領に、信仰の少量主奏を創設し、彼らに兵力の供給を求めた。同時に植民政策も進められ、都市の自治特権の承認や農村地帯の入植者への付与が行われる。空白地では、ドイツ人、ルーマニア人、 ルテニア人の入植が進められ、彼らには客人としての特権が付与された。分散した所領を一つにまとめようとする大貴族たちも、植民に熱心であり、広大化した領地に移住した領民に一定の権利と自由を付与した。中小貴族のもとで悪条件に置かれていた領民たちは、横領や大貴族の領地に移り、農民の地位の向上につながった。都市民の自治ともに、 大貴族への対抗策として、少量種の権利が認められ、モンゴル侵入に際して、ハンガリー国外に移動した、クマン人とヤース人が再び呼び戻された。ドナウティサガー間の地域が、クマン人の居住区に定められ、王室とクマン人の結びつきを強化するために、王子イシュトバーンとクマン人族長の娘との婚姻が成立した。改革の結果、県の統治は貴族に委ねられ、 各県から中央の立法議会に代表が送られるようになった。改革は荒廃した国土の復興においては一定の成功を収めたが、従来の加算性的支配に代わる、新しい支配体制の導入には至らなかった。また、貴族の政界への進出、ハンガリー人とクマン人の対立といった問題も残る。二百十八年に王女マリア・ラスカリが、 二回アテ国皇帝テオドロス一世ラスカリスと皇后アンナ・アンゲリナの次女と結婚し、旧子が生まれた。アールパード朝の断絶後にハンガリー王位を争い、相次いで即位したベンツェル、バーツラフ三世、夫、カーロイ一世の三人の王は、いずれもベーラ四世の子孫である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。